電気ケトル買ったんだよね、新しいの。結構前にカップ麺で壊れちゃったから、カップ麺じゃねえわ、あの乾麺をケトルで作ったら、なんか乾麺に含まれる油分がめっちゃこびりついて、こびへつらってたから新しいの買ったんだよね。いや、ケトルに麺入れたらそのまま出すだけでいいじゃん。でもダメだった。